ちゃんとまたがれるかな。うわてかレスポンスやばくねこれ。そんなに前に行こうとするな。さあじゃあこれ乗ります。ドゥカティハイパーモタード939大型取得記念初行動、一番最初のバイクはこれにしました。なるほどね、モードがアーバンっていうのが一番控えめで、ツーリングが中間で、スポーツが一番過激なやつですね。で長押しすると決定。ちょっと暖気が済むまでこのままにしとこう。ちゃんとまたがれるかな。うわ939だけど 937cc ですね。水温低い、外気温11度、11時14分、ウインカー、ハイビーム、パッシング、うわ大丈夫なんだろうか俺これ乗って。またがるだけ。つま先が余裕でつくぐらいですね。じゃあ行きますか。水温が安定した。ちょっとクラッチが、クラッチが手前すぎる。結構あのクラッチのつながりが急な。そうですね。あれ？調節しますね。いいですか？はい。これはですね、すごくあのクラッチレバーの遊びに関して厳しいタイプ。なるほど。結構遠くに人が入る。ちょっと乗りづらいかもしれないんですが、この位置でお願いします。はい、ありがとうございます。あとまだ話が終わってないので、回してもらっても全然いいんですけど、はい、ギアの入りがちょっと硬い。ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。うおお。うわ。ほい。やばい車種に乗ってしまったかもしれない。おお、まあでも足がつくからいいね。でも止まるとき腰ずらしてちゃんとベタ足ついた方が安心できますね。もうニュートラルに入れられねえ。そんな余裕ない。ハンクラッチがめちゃめちゃ狭いんですよ。左。私が想像してた大型のパワーってこれなんだけど。あんな教習所の。大丈夫？おい。一足がやばすぎる。視点高っ。
ぜひ左。うわあ、大型バイク。じゃあ透明乗りましょう。ピッ、ふい。名古屋方面。これね、もともと試乗車らしいです。で、まだね、全然走ってない、1000キロも走ってない、慣らしが終わってないんですよ。だからギアの入りが硬いですって言われました。ウインカーを押してる感じがあまりしない。うわー、大型。ちょっと怖いからこのままこっちにいます。5速でこの加速か。マジ。こんな加速すんの。6速でこんな加速すんだ。何回転？3000回転。ちょっと怖いからツーリングっていうのやめようかな。一番弱いやつにしよう。クローズスロットル&リリースブレーキ。クローズスロットル OK。 振動すげえ。5速だな。でこれから道志に向かいたいと思います。で山中湖の長細い駐車場行って、で帰ってくると。今回はレンタルしました。で4時間ですね。どこに乗ればいいんだこれ。ここかな。このアーバンってやつだと変わってんのかこれ。本当に強烈だぞ。結構なんかひょいひょいと回るな。あー、ちょっと雨が降ってますね。これはニーグリップをするっていうバイクじゃないのかな。すごく太ももの付け根しか当たらない。乗ってる場所が悪いんかな。座面が広いからケツで乗るっていう感じなんかね。この音。あー、ウケる。体置いてかれるんだけど、5速だと。クラッチとスロットルの遊びがすごく少ないんですよね。でこのモデルに関してはクラッチはそういう仕様らしい。で鳴らし終わってないから余計そうなんだろうね。で馬力がグラディウスのほぼ倍ですね。でトルクはグラディウスの倍以上ありますね。もう私の大型のイメージ通りのパワーですね。ほい。車線変更すげえ軽快。そう、車重がねグラディウスよりほんのちょっと軽いんだったかな。でもほぼ同じ。じゃあこっち行きましょう。もうトルクフルすぎて何速で走っていいか全然わかんねえ。ずっと5速ぐらいで行けそうな気がする。あー、でも3000回転以上くらいで走った方がいいのかな。やえ、やってる余裕がない。楽しいんだけどね。楽しい2割緊張8割って感じですね今。ちょっと今回はナビがつけれないんで、知ってる道だけ行きます。まあ、スマホ持ってるからいつも通り Bluetooth でインカムとつないで、で音声だけで案内してもらうっていうのも別にいいんですけど、自分が想定しない、いきなりなんか右方向ですか、あと新しいルートとか言うとパニックになりそうなんで、もう安全策を取って知ってる道だけ行きます。車線変更なんだこれ。せっかくだからギア下げた時に
どんな音がするのか。ほう。あー、これ多分アーバンだからこういうパワーの出方なんだろうな。やっべえなこのバイク。面白い。でもね、排気量がちょっとでかすぎてね、ちょっと心配。自分の想定外のパワーがいきなり出そう。あー、エンジン性能曲線ぐらい見てくればよかった。そうすれば頭の中でだいたいこの回転数だとこんな感じだなって想像ができるけど、ほぼ予備知識なしで乗っちゃってるからな。こんなモードがあるなんて知らなかったし。アーバンツーリングスポーツ。お、外気温13度になったぞ。11時39分、水温70度。時計にしとこう。80キロくらい5速だとちょっと振動が気になりますね。3600回転ぐらい。4速、4000回転くらいだと超長距離ツーリングできるかも。この2グリップがうまくできないっていうのが、あ、すごく気になるな。モタードって2グリップするバイクではないのかな。うわてかレスポンスやばくねこれ。ドゥカティやば、血が騒いじゃう系の音だね。さすがイタリア、感応性能が。あー、これなんか足元が滑るなと思ったら、私いつもアルミのステップなんだけど、これゴムのステップだからだわ。ケツでしっかり乗ってる分、足をほんとポンと置いてる感じになるから、このエンジンの振動でちょっとずつずれてく。あれ、今日晴れじゃなかったのかな。分厚い雲があるな。あ、でもこうやって高速を80キロぐらいで走ってる分には、うん、そんなに風当たりは気にならないな。当たるっちゃ当たるけど、結構この胸部プロテクター、私してるんですけど、胸部プロテクターがね、風を受けてくれるからあんまり疲れないんですよね、上半身。ちょっとマッピングスポーツに変えてみようか。はい。おお。なるほど。危険だからやめよう。アーバンにしよう。この音やばいね、バンバン。じゃあ相模原インターで降りましょう。ギア硬い。上げるのはまだいいけど、下げるのがちょっとしっかり踏まないと。間違えた。道間違えた。ちょっとここで U ターンします。ほっ、モタードでも足ついて U ターンできるな。ういえ。
速乗ってる時にツーリングモードでもいいかなと思ったけど下降りると過激すぎてアーバンでいいやはい、じゃあこれで軌道修正完了。あーこれは持て余すわ。下道を気持ちよく走ろうとするとすごく持て余す。あとギア下げて走ればいいか。でもねギア下げるとねスロットルのほんのちょっとの敏感すぎるんだよね。すごく気が抜けないバイクだ本当日本の道路事情に合ってねえんだろうなこのパワーが。バイクが前に行こうとする。バイクイエー。右手でやる余裕なんかないですよっしゃ。発進がな怖えんだよねエンストだけしないようにすれば煽っていけばなんとかなる。バック、イエー。わかります、このバイクが前に行きたい前に行きたいっていう感じ。んー、バイク、あ、グラディウスだ。お、警察だ。こんにちは。今日はね、3月31日だから月末だからちょっと警察が怖い。大型免許取ったのが28日だったから28、29、30、31、3日目でドゥカティハイパーモターの939乗ってます。でもクラッチが重くないんだね。だからずっと握りっぱでも大丈夫です。グラデュースと同じくらい。でもいつも両足ベタ付きのバイクに乗ってるからこのちょっと腰をずらして乗るっていうのが、乗るじゃねえ、止まるっていうのが慣れない。バイク、イエーアーバンだよな。なんでこんな前に行こうとするんだこのバイク。抑えるのが大変どうぞどうぞ、おつけ。ザコさんの言ってた80キロ以下がすげえ辛いってこういうことなんだね。めちゃくちゃ神経使う、超疲れる。おい、じゃあどうし道。寒、服装間違えた中に冬用インナー着てるとはいえ寒い。いやー、まだ楽しい2割緊張8割だな。バイクやられました。4速だとバタバタするし3速だとバイクが前に行こうとするし。バイク、イエー。もっとまったり乗れるバイクにすればよかったかな。今頃そんなこと言っても遅いけど、今回レンタルで借りたんですけど金額が1万5600円だったかな。で車両保証、保険ですね、それが3200円だったかな。車両保証入ってると転倒したとか言って壊れた時に10万円以上だったら10万円で済むし10万円以下だったら実費だそうです。ブワイク、イエーイ、イエーブワイク、イエー。こんな高いバイク乗って、車両保証を入れないっていうパターンがないわ。ドゥカティの人が言ってたんだけど、ドゥカティは右でも左でも1回でも倒したらもう絶対に10万円は超えますって言ってた。このハンドガード、これがね左右で5万円らしいよバイク、イエー。
日差しくれ寒いよブレイクイエーあ、ちょっと暖かいやったでもこれからどんどん標高高いとこ行くんだよなほいさあ、ここからグネグネゾーンそんなに前に行こうとするなどうもう歯茎むき出しで前に行こうとするなこれこの馬はバックイエーあでもすんげーひらひら倒せてもうちょっとスピードが出せればすんげー楽しいかもなんこのクラッチ柔らかいスイッチみたいいやー今2速なんですけど2速のレスポンスがやばいスロットルの応答性が良すぎてこう路面のギャップで腕がガタガタって上下したやつにも反応してもうどんどんエンジンが回ろうとするバイクイエーイエーやっぱり同志は野営返答率というかバイクの台数がすごいんあれ同志って通行止め解除になったじゃないんだこの2速の走りづらさ吹っ飛んでいきそうそんなにサスのストロークが長いなっていう感じはしないなもっとふわふわな乗り心地を想像したんだけどああなるほどねここに出るんだへえあそうしたニュートラルに入れないとエンジンがかかんないっていうのがちょっと不便だなギア買った俺がこのバイク鳴らしてやるドゥカティのバイクってみんなこんなトルクが強烈なんかね極低回転からこれを免許センターの試験車にしてくれよそしたらなんとなく想像通りのパワーの出方バイクあの下行こっかなここちょっと休憩この恐ろしいバイクを一旦降りたいなんかその割にエンジンブレーキがさこうスロットルをひねってる時に比べてあれなんですよねエンジンブレーキがめちゃくちゃ素直なんですよねなんでだろうすごいまろやかなエンジンブレーキだなと思ってスロットルをちょっと動かすとブーンと思いっきり加速していくんですよなんなんこれどうなってるのもっと強力なエンジンブレーキがかかってもいいと思うんだけどなあ一速すっげー入らねえよいしょこうやってできるんだね大丈夫だよな疲れる
長もそれなりにありますよね。縦が長いからあまりそんな長いように見えないけど、お、このエンジンカンカン言うんだね。止めると、私この音好きなんですよね。カンとかチリチリチリとか、これトゲトゲがいいな。ステップちょっとこのツルツルすぎてね、ちょっとあれです。すごい滑る。カンカンいってる、走ったぞって感じの音ですよね。肩持ちスイングアーム、なんだこのパイプの取り回し。えぐいな、こう行ってからこう行ってる。なんかこのシートがおしゃれだな。かっけえ。欲しいけど買えねえよ。でもね、欲しいというか、うん、所有欲は満たされるけど、これでまったりツーリングってできねえな。5分以上のアイドリングは火災の危険があります。密室でのアイドリングは一酸化炭素中毒の危険があります。休憩。